はい、おはようございます。長野市議会議員の小泉一馬です。K さんはね、ここね、ここ、見えますよね。県庁前交差点でおはようございます。元気に 街頭演説をさせていただきました。今朝ね、本当は長野市役所前でやろうかと思ったんだけど、河原町を聞いてたら、なんと県議会の先生方が5回続けて、台北森林組合補助金不正事件に係る百条委員会設置の意見書、飯綱町議会が出してますけれども、これを継続審査扱いにしてしまったというラジオがね、聞こえてきましたよ。これは今日は長野県庁前でやるしかないでしょうということでやってきました。小泉さん、5回続けてですよ、5回。もう1年以上もね、県民の要望、要請、百条委員会、置いてきちんと真相究明の役割を県議会は果たしてください。県議会の権限をきちんと使ってください。仕事してくださいよっていう県民の切実な声を公開続けて、それは後でっていうことでやる。後でじゃないんですよね。いつやるんですか？今でしょって、もうそんなのいいですか？で、本当にこれはね、失望しました。小泉一馬で、ね、はばかりながら市議会議員で、まあ政治家の中だとピラミッドのね、中この辺ですよね。で、県議会の方々はね、月々100万円給料もらってるし、小泉たちは60万ですけど、100万円なりの、ね、仕事をしてくださると、県民はね、信頼申し上げてる、小泉も尊敬しております。だけどね、県民の声をね、きちんと汲んでくださらないんだとすれば、これは小泉は本当に由々しき事態ではないかなと思いますよ。でね、さらに、台北森林組合補助金不正事件で、県の職員に損害賠償を請求するとね、県の職員が萎縮しちゃって縮こまっていい仕事できないんじゃないんですかみたいな、そんなね、心配をしている議員がいるっていうんですけど、冗談はよしこさんと小泉一馬は昭和のギャグを申し上げたい。だってね、県民のお金が、ね、無駄に支出されていた、意味もなくね、嘘の書類で支出されていたってことなんですよ。それをきちんとね、償わせるっていうことをするのは、なんで県庁の職員の萎縮につながるんですか。これは綱紀粛正、きちんと規律を守って正しい緊張感を伴って仕事しろっていう当たり前の結果をまた招くことがあっても、縮こまらないことはありえないですよね。そういう限られた予算の中でどうやってね、事業効果を最大限に発揮していくか、そのことに頭を使うことがいい仕事言うんですよ。だからね、県の議会の方々、県民の声を県庁に届けるのが県の先生方の、議会の先生方の仕事だと思ってますよ。県のね、知事が言いたいようなこと、職員が言いたいようなことを代弁して県民に向かって説明する、それがね、議会のやることではないと小泉君は思います。県先生方、小泉は最低限、月給60万円の議員ですが、住民監査請求でね、なんとか損害賠償請求するというところまで、成果をね、引っ張り出しましたよ。満足でありますよ。だけど、成果は何もないんではない、出して、議会の先生方、なんであんなオレンジのうぞうむぞうの小泉一馬なんていうやつにね、そんないいところ持ってかれるんだ、俺たちがやるんだって、そういう発奮してくださいよってことを、今日は切々と県庁前から、県議会前から、県議会の会期中であられる先生方に訴えさせていただきました。県民の声です。小泉一馬はそう思います。え、